道の区国分寺郡山遺跡多賀城跡、道の区国分寺の一道の区国分寺は、宮城県仙台市若林区記念にある新言集、地山派の寺院。五国山要因国分寺と合す。本尊は、薬師如来。聖武天皇の発願によって建立された国分寺の一つで、奈良時代の740年代頃に創建された。平安時代まで、 道の区国の財政的支持を受けて大伽藍を維持したが、室町時代には著しく衰微した。新聞州になった時期は不明。17世紀初めに伊達政宗により再興され、1607年に建てられた薬師堂を中心に25坊を要する大寺院として栄えた。明治時代に僧坊は一つを残して廃絶したが、薬師堂をはじめとする、 中心道は維持された。薬師堂は国の重要文化財に古代の寺院跡は国の史跡に指定されている。薬師堂の南西の順多古観音堂は江戸時代に設定された仙台33観音の第25番札所である。8世紀半ばに道の区国の国分寺として国府がある多賀城からやや離れた位置に建立された。 中心ランの敷地は二丁四方で、南から、南大門、中門、近道、中門と近道の間を接続する回廊、坑道、僧坊などの建物があり、近道の東方には七十棟があった。文献資料により、上岸11年の上岸地震で被害を受けたこと、上岸15年頃に、人心の動揺を沈めるためご大菩薩像が作られたこと、 上平4年に70頭が落雷を受け、火災で失われたことが知られる。鎌倉時代には、不動明王像、美写門天像、十二神将像が制作され、それらは現在に伝世する。名取郡にある熊野道新宮寺の一切行制作にも参加者があり、活発な動きがさせられる。しかし、南北朝時代には、騒動一つのか何も、 なしと言われるほどに衰退した。戦国時代には、地元の領主、国分森重によって、小規模な、薬師堂が建てられ、本尊を収める図紙が制作された。この頃までに、新言衆を宗派とし、近藤製の小さな薬師に来像を本尊とした。17世紀初めに、伊達政宗が大規模な造営を行い、慶長11年完成の薬師堂を中心に25、 坊を要する大寺院として再興した。再興後は、学頭坊、別頭坊、印樹坊の三謀が交代で事務を取った。1月7日の夜に、本尊がある寿司の扉を、年数夜だけ開く、七日堂という行事があり、多数の参拝者で賑わった。隣接する白山神社を鎮守とし、その別頭として3月3日の祭礼を取り仕切った。 あと2境内には、巡礼観音堂という仏堂も作られた。明治時代には、仙台藩の保護を失い、廃仏の風潮もあって、急激に衰退し、25坊のうち24が廃絶した。唯一残った別当坊が、薬師堂の管理と道の区国分寺の名を単独で引き受けた。この経緯から、元別当坊の建物群と薬師堂、 二王門は少し離れたところに位置している。1950年代の発掘調査で古代寺院の仮乱配置の重要部分が判明し、その後も開発に伴う小規模な発掘調査が続いている。歴史的に貴重な文化財としては、鎌倉時代の作と推定される不動明王像、美写門天像、十二神将像、江戸時代に建てられた薬師堂、二王門。 主老、順太古観音堂が現存する。このうち薬師堂は国の重要文化財に指定されている。古代寺院の跡としては昔から知られていた塔の礎石と発掘調査で見つかった回廊の礎石が見られる。仙台の近辺には国分寺以前に二つの寺が開かれた。一つは南の氷山廃寺、もう一つは 北の多賀城廃寺で、いずれも、国府の付属寺院である。国分寺の創建寺には存在したが、今日までには廃絶している。聖武天皇像第四十五代天皇。日本全国の国分寺と国部はデラは、天平13年に、聖武天皇が、諸国に一つずつ作るよう命じたものである。しかし、御事のりが出て、すぐに建てられたわけではなく、 正確な総権念は明らかでない。出土遺物からの推定では、740年代から750年代とされる。道の区国分寺は、すでに上記の国府付属寺院が存在したためか、国府がある多賀城から 9.5km 離れて置かれた。南小泉遺跡と呼ばれる古くからの集落の北で、ある。建設の位置は、 現在の国分寺と同一に重なる。八脚門の形式を取る南大門、その北に、方形の回廊でつなげた中門と近道、北に立つ高堂、東に立つ七十棟は、いずれも河原吹きの祖石建物であった。これらは、僧侶も気軽に立ち入れない空間であり、僧帽などの僧侶の生活を支える建物は、掘ったて柱建物で作られた。 寺院の方形の敷地は築地下材木列で仕切られた。当時は一般の人々が寺の中に入って参拝する機会はなかったとされる。国分寺の時期の外には寺と何らかの関わりがある人が縦穴式住居に住んでいた。東に隣接する国分寺東遺跡で旧世紀頃とされる二つの縦穴式住居と強引、仏、東。 西の字が書かれた土器が検出されている。上岸11年5月26日に、道の区国は、上岸地震と津波に見舞われた。この時は国分寺も、損害を被ったと推定される。また、上岸15年には、道の区国が、笛ビスが不穏な動向を見せているため、管理、民衆が動揺していると報告し、五大菩薩像を作って、国分寺に安置して、 人々を落ち着かせたいと提案したため、12月7日に、これが許可された。その像は、現在には伝わっていない。延長5年成立の、演技式によれば、道の区国分寺には、道の区国の収入である、祖父のうち毎年4万束が与えられていた。上平4年うるい1月15日に、70頭が、来下で失われた。 これを伝える日本気略には記されないが、この時等の頂点の銅製の飾りが地面に落下し、地中深く逆さまに突き立ったことが出土した現物によって明らかになった。自伝では文治5年に欧州合戦の戦場になって焼け落ちたとされるが、その真偽は不明である。鎌倉時代の前期に不動明王像、美写門天、像、 十二神将像の十四体の木像が一部で造留された。地元東北で作られたと考えられる。当時はこれらに釣り合う大きさの薬師如来木像が本尊としてあり、その脇地として不動明王像、美写門天像、さらに囲んで十二神将があったと想像される。また、名取郡にある熊野道神宮寺に伝わる一彩教の一巻に、 道の区州国分寺祭院に住む青年20歳の相馬ハヤヤーナバンが管理2年2月12日に書写しを得たとする奥書きがある。年代不明だが国分寺前義母なる名も別の巻に見られ鎌倉時代に国分寺の僧が新宮寺の事業に加わったことがわかる。司書には全く現れないが 十余りの仏像を一斉に制作し、別院を設けるだけの繁栄が、当時の道のく国分寺にはあったとされる。しかし、鎌倉時代に国分寺を醍護したのが誰かは明らかでない。室町時代に道のく国分寺周辺を支配したのは国武士で、系図類は、それが鎌倉時代以降のことだとすることに従って国武士とする説もあるが、 国武士の起源をそこまで遡れないとする説もある。官能二年に欧州を旅した総宗久は国分寺は廃れて総道一境の他に何もないととの都,都に記している。この頃国分寺は荒廃しきっていたと見られている。しかし、後世に正宗が再建した道府と奈良時代の国分寺のガランとの位置関係を見ると 原村の二王門は奈良時代の南大門と同一、原村の薬師堂は奈良時代の坑堂と同一に建てられており、古代国分寺のガランの位置が正確に伝えられていたことがわかる。室町時代の国分寺周辺は国分淡路守ら国武士が支配した。国武士は全州に傾倒し、全寺の補助寺を開かせて、そこを自家の廃寺とした。 後に、国部森重が、道の区国分寺の水尾を見て、伝道を立てたが、古代寺院の繁栄には及ばなかった。天正十三年に、別当坊の幾松を元首とし、藤原正茂らのために、西中坊の小竜が、薬師如来像を収めるための小寿司を作った。中心道具がないかあっても貧弱だった時代にも、複数の坊に住まう僧が共同して、 寺の活動が続けられたと推測される。この小図紙に収められたのが、現在の本尊と見られるが、元の本尊が、いつどのような事情で失われ、これに変わったのかは明らかでない。この頃までには国分寺は隣にある、白山神社を陳守とし、3月3日の祭礼では、やぶさめを取り行った。この白山神社は、国分寺の境内に創建された。 伊達政宗像慶長5年に、仙台城を築いた、伊達政宗は、続けて、領内で様々な土木工事を起こした。道の区国分寺の再建もその一つである。歴史学者の推測では、道の区国分寺の再建は、中村寺、随岩寺の再建と、同じく領内の名札を再建、保護するという宗教政策の一環であったとされる。再建工事は、 慶長十年から十二年まで、足掛け三年がかかっている。作事部業は二位の区内左衛門の元重と、白石縫いとの、助言タスク、丹夜は、島田総八郎総治、大工は、泉国姫に住む駿河守る総治、当領は、リエモン総吉と、三衛門や次であった。その年の十月二十四日、関係者の三列を得て、学徒房の海、 別当坊の実営、陰樹坊の有用が、新しい薬師堂と白山神社の建物に神仏を、移した。また、正宗はそれまで周辺に散在していた僧坊を、集めて、国分寺の周りに整然と配置した。さらに杉の木一万本を植え、四万千の地を寄付した。寛永六年には金を鋳造させて城に置き、国分寺の復興を成し遂げた。仙台藩では、 家臣の価格の整備に付随して、自覚という寺の格付けも作られた。その中で、国分寺学党は最高の五一門格、別当と院所はそれより二つ下がる、中級家臣クラスの着座格とされた。薬師堂の東には、白山神社があり、西には、多くの僧院が連なった。薬師堂の南西には、伊達隆村が順太古間の運動を混流し、 じゅん観音像を置いた。これは、仙台三十三観音の第二十五番札所とされた。三十三の札所には、それぞれの寺に関連付けて読まれた、ご陛下があり、道のく国分寺の者は、潔や起きて正しく、よしあしを分けゆく、国の道芝のつゆである。新言衆の習いで、本尊は、内人の図紙に収めて、人目に触れさせず、 年に一度だけ、図紙の扉を開いて、本尊を見せた。正月元旦から7日まで僧が、修正会を行った、最終日、7日目の夜の虎の時の、しばらくの間である。これを、7日動画一丁といい多数の参拝者が訪れた。3月3日の白山神社の祭礼も人手が多かった。当時は、神仏集合の時代で、白山権限は仏法を、この場合は、 道の国分寺を守護する神とされていた。古代国分寺の塔跡には、その中心の柱の礎石があってそのくぼみに水が溜まっていた。それを、白山のお手洗いの水とも称し、岩病と悪そうに聞くとされた。土中から現れる古い河原は、硯に作られた。現在の国分寺本坊、明治時代に廃物の風潮が盛んになり、 それまで藩から得た収入を断たれると、旧仙台領の大寺院は、急激に衰微した。国分寺もその例に漏れず、総院のほとんどが廃絶した。唯一残った、別当坊が、道の国分寺の名を伝え、薬師堂の管理を続けた。後に、別当坊は名を、国分寺と改めた。古代寺院の史としては、70頭の神祖と若干の、 祖石が地表に露出しており、それが五重頭跡として伝えられていた。1932年に近所に住む郷土市や松本源吉が祖石を実測し、真相を含む七個が元の位置にあると推定した。河原編は地元の考古学研究者、愛好者によって採取された。1934年12月に国分寺は内務省国寺によって、 プーチ地区に指定された。1955年から1959年の5年間に、渡り、宮城県教育委員会、仙台市、河北文化事業団、道の国分寺協賛会が共同で、発掘調査を実施した。発掘を指揮したのは、東北大学の伊藤信夫で、毎年夏休みを利用して4年計画のところ、大きな成果が得られたため1年延長して5年がかりに、 なった。近道、回廊、高道、中門、主郎京牢、南大門、僧房等、東門、築地米僧帽跡、さらに不明の建物が確認された。かつてのガランの3分の2に当たる。これにより、国分寺の規模と、推定と、寺の主要建造物のすべてが明らかになった。こうした成果は、以後の国分寺遺跡調査。 研究の参照点になった。塔の発掘では、逆さに地中に突き立つ、約2メートルの聖堂の柱が見つかった。塔の頂につける送輪の部品で、熱で溶けた跡があった。上平4年の火災で焼け落ちて地面に突き刺さったものと、推定された。1986年6月に、 国分寺の南東帯から南に約60メートルのところに住宅が建てられることになり、15平方メートルを発掘したが、何も出なかった。2000年には、仙台市により、我が町緑の名所百選の一つに、薬師堂周辺として選定された、お薬師さんの手作り師という縁日が開かれている。近世の演技類に記載される辞伝には、現代の歴史学では、 史実とは見なしがたい箇所が少なくない。自伝と史実の相違を逐一記す範を避けるため、以下に自伝を歴史とは分けてまとめる。伊達政宗が再建した頃の道の区国文字は、以前持っていたはずの文章を失っており、寺の歴史が不明な状態であった。古い自伝としては、18世紀初めに仙台藩が、 伊達政宗の辞席をまとめた、佐山やま工事や記録を編纂した時に利用した演技がある。その後国分寺の依頼で、教法2年に、仙台の流宝寺の住職、実政康音が書いたのが、漢文の、欧州国分寺演技と漢字かなまじりの、五国山国分寺来行きである。後に、やはり流宝寺の住職未言が、国分寺別当来行きを記した。 これらが自伝として踏襲された。自伝によれば、道の区国分寺は、聖武天皇の御事のりによって建てられた。創建には行基が関与しており、脇地の日光菩薩、月光菩薩像は行基が自ら彫ったものである。行基が止まったところは、別当坊として後世に引き継がれた。七動画欄を備えた寺の周りには三千の僧房が連なった。別のつてによれば、 創建された天平記に国分寺には十八伽藍も作られた。合わせて七道大伽藍、十八根伝などという。寺は白山神社の神から土地を借りる形で建てられた。あるいは神社の別棟として建てられたとも言う。後に縁人が来て、元国分寺の独自の寺だったものを再興し、院寿坊とした。国分寺はその時天台宗になった。 縁人は旧世紀の人である。平安時代末には、欧州藤原氏の保護を受け、運慶作の十二新小像が制作された。文治五年の欧州合戦で、藤原康平は、国分寺のそばにある、無知立に本陣を置いた。彼が敗走した時、8月12日に国分寺は、戦火にかかり、数百の院が一日で燃え尽き、わずかに、 薬師像と十二大将の像だけが救い出された。児相は二つの衝動を作って、一方に薬師像、他方に白山神社の神体を置き、二十四の騒動を作って住んだ。さらに後に、夕日が、孔子の寺を再興して、学徒坊とし、新言宗に宗派を変えさせた。夕日は十五世紀の人である。伊達政宗による再建は、以前に、 国分寺の薬師如来が与えた加護への返礼である。貞山工二や記録には、国分寺僧侶の説として、正宗が朝鮮に渡った時、薬師如来と十二神将が船の中に権限し、不思議の随想を示したのが起源であったという話を、紹介する。また、ある気によるとして、次のような話も載せる。都会の檻に正宗の船に、中国に渡りたいと願った。 国分寺の僧が乗り込んできた。政宗は僧に、後悔の無事を祈らせて、便乗を許した。この僧は、帰りの船が出る時にも現れて同乗した。あと、政宗が帰国してからこの僧のことを国分寺に、尋ねたところ、該当者はいなかった。政宗は、薬師如来が現れて守護してくれたのだと特心したという。あとに、 国分寺の僧の依頼で書かれた、欧州国分寺演儀記、国分寺の僧が書いた、七、友多古仏も純多古観音大師銅像、修縁義外記は、五節を敷演している。現在の本尊は、近藤星の薬師如来像である。秘仏とされて、内人の図紙に収められ、年に一度だけ公開された。本尊の脇地には、日光菩薩像、月光菩薩像が立つ。 いずれも一目像で、月光菩薩像の内側には、商法2年5月5日の命があり、この頃の制作とされる。これら2区は、仙台市登録有形文化財に登録されている。2009年の七日堂江戸時代には、前年末日から続く、修正会の最後の締めくくりとして、1月7日夜に、一般に本尊を開帳した。これを、七日堂と呼び、 人手が多い、盛んな祭りであった。江戸時代の教法2年頃には、厨子の扉が開かれている間に参拝者が、金銭枚切れの類を投げる習わしがあった。うまく、厨子に入ると行行があるとされた。後には、層が長い棒の先についたお紙印を参拝者に、向けて差し掛け、参拝者が手に持つ紙に手腕をもらい、 それが安山の守りになるという行事があった。明治時代にかけて、仙台には朝観音に夕薬師という言葉があり、1月7日の朝に万願寺の観音堂に詣でで、夕方から国分寺の薬師堂に参詣するという習慣があって、それぞれにぎわった。露天で売られたボンボコ槍は竹の先に氷炭と吹き流しをつけたもので、防火のお守りであった。 かつてはこの日に、薬師堂に積み上げられただるまをもらい、段を転がして持ち帰って、自宅で祀ると、子供が息災になるとされた。持ち帰っただるまは、翌年二つにして返す習わしであった。さらに、国分寺ではこの日に、素民将来の薬除け札を配った。六角にした、小さな木の塔の各面に、大福、長者、庶民、将来、子孫、 人なりと書いたものであった。後には、ソ民ラ来と書いた八角形の木の札に変わった。当日はなぜか、口を濡らすのが良いと言われており、縁日ではだるまにちなんだ。だるまコアメなど食べ物がよく売れたという。だるまコアメは、明治の末頃まで売られていた。木の下ごまは、馬の形の木製の玩具で、これもよく売られた。 現代の道の区国分寺では2月11日に七日堂修正会が開かれ、年に一度の本尊外長の瞬間に、信者が金銭枚白を投げ込む。棒につけてではないが、朱印を紙に押してもらう。その後、境内で火を燃やしてその後を歩いて通る日渡りを行っている。人手が多く、屋台が出て、食べ物を売るのは昔と変わらない。だるまを倍にして返す風習は、 現代にはないが、境内で、青色の松川だるまを売っている。ボンボコやりも型を少し変えて売られている。木の下ごまも売られている。白山神社の創建は不明だが、室町時代には遡るようである。旧国分寺の境内にあり、現在の国分寺役師堂と隣り合わせ、江戸時代まで国分寺が別当を務めていた。白山神社の祭りは3月3日にあり、 国武士の急進がやぶさめを披露した。江戸時代には、やぶさめの後に、国分寺の格防から出た僧が、鎧を身につけ剣を抜き、薬師堂の周りで待った。これを、太平楽とも、銅巡りとも言った。かつて、伊達政宗が、大崎義隆と戦って気色が悪くなった時、 薬師寺の使いである48人の僧兵が現れて、助立史敵を蹴散らした故事によるという。戦国時代に、伊達軍が大崎合戦で苦戦したのは事実だが、その戦いに正宗自らが出陣したことはなく、僧兵が加わったとされる合戦もないので、史実ではない。近藤跡背景は、薬師堂。総剣寺の寺院の意向としては、 塔や回廊などの礎石を今も見ることができる。発掘調査からは次のようなガラン配置が判明している。地域は、築地べを巡らせて隠した、正方形で24、242メートル四方と推定される。南辺の中点に正門たる南大門を置く。今、二尾門があるところである。門をくぐると長方形の回廊があり、回廊の北側中央に近道が立ち。 左右に回廊が接続する。近藤は、本尊が置かれた重要な建物である。左右に回廊が接続して注文に通じるのが、道の区国分寺の特徴である。近藤の右、回廊の外に離れて、塔跡があり、文献により70塔と知られる。70塔の周りにも回廊が巡らされていた。左で塔と体となる、位置、現在は、 巡礼観音堂があるところにも何か建物があったようだが、その性格は不明である。近道の奥には、坑道がある。近道と坑道の間の空き地の右には手楼、左には、敬老があった。ここまで述べた建物は皆河原らぶきで、性格不明の建物を除けば、祖先建物でもある。坑道の背後には、東西に細長い僧帽が置かれた。 その左右にも建物があり、性格は不明だが、やはり僧帽ではないかと推測されている。発掘調査が及んでいない北三分の一の空間にも、僧帽、浴室、栗屋、倉庫などの建物が建てられていたことが想定される。これらは、河原吹きの掘ったて柱建物である。中世の道の区国分寺の姿は不明。伊達政宗の再建以後は、 薬師堂を中心としてその東に白山神社を置く配置になった。伝説の十八道のうち再建されずにいる十七道の跡地には国分寺の僧によって記念の石碑が建てられた。道が安置した観音などの名を中央に大きく刻み、上に盆地、左右に金流の年月を記したもので一部は今日まで残っている。現在にも見る。 主な道は次の通り。薬師堂に王門古代の南大門跡に重複。主郎古代寺院の塔跡は、祖先の一部がそのまま地表に露出して、古代の塔跡と正しく伝えられていた。塔の近く、薬師堂の東には、白山神社があった。建物の規模は、薬師堂より小さいものである。以上の寺院空間を囲むようにして、東に、学徒棒を、 西に別頭坊、別当坊南東に、陰樹坊があった。門前から西に向かう道路の両側には、その他十二の坊が配置された。僧侶が寄居したのはこれらの僧坊であった。江戸時代にはさらに西に、足軽屋敷があって、仙台の城下町に続いた。他の三方は、人家がまばらで、畑になっていた。明治時代に、多くの坊が廃れ、 西にある別当房だけが残った。国分寺の本堂は、薬師堂の西、以前からの別当房の地に建てられた。20世紀後半に急速に宅地化が進み、21世紀、初めの現在、周囲は、住宅地となっている。複数並べた名は、はじめが純多古観音堂の縁起にある表記、あとは、法内風土器にあるもの。ただし、 最後の二つは純多古間の運動の演技に見えない。リンクは、個々の銅に関する項目ではなく、原則としてそれが祀る神仏に対するもの。銅について、ウィキペディアが独立した項目を持つ場合には、矢印の右に示す。道の区国分寺跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。